変わった匂いだけど、これかな？違うかな？まあ、いや、追っかけてみよう。どんな獣なんだろう。どんな色してるのかな？足は長いのかな？速いのかな？何本あるのかな？楽しみだな。早く見つけなきゃ。早すぎ。あの騎士、速いし走り通しだし、全然追いつけんぞ。ボッチさんがあの人連れてってくれてれば、みんな幸せだったんじゃないですか。にしても、傭兵さんがこうも早くバテるとは意外でしたね。体力はあるつもりだが、ここまで三夜を駆け巡らされたら、さすがにきつい。そういうあんたも、盗賊ならもっと早く走れそうなもんじゃないのか？コソ泥は追っかけるより追われる方が専門ですからね。もし魔獣が現れたら、ご期待通り誰よりも早く逃げてみせますよ。逃げちゃダメでしょ。何しに来たのよ、あんた。王様たち、遅いですよ。もたもたしてたら獣が逃げちゃうじゃないですか。待って、救援を。え、でもまだご飯の時間じゃないですよね。ああ、わかりました。じゃあここのくぼみがちょうどいいですよ。くぼみ？座り心地が良さそうにも見えないけど。用を足すんですよね。いい大きさと深さだと思うけどな。あ、終わったら埋めてくださいね。そういう休憩じゃないわよ。だいたい歌姫はトイレになんて行かないもの。うわぁ、リアルでそれ言う人っていたんですね。ドン引きですよ、マジで。仕方ないでしょ！夢を売る商売なんだから。夢というより人生を切り売りしてるように見えるのは気のせいか。へぇ、王様はそういうことしないんですね。私は獣探してるときはいつもこれで用足してますけどね。騎士は大も小もしない完璧な三次元生物じゃなかったんですか？あんたは騎士にどんなドリーム抱いてんのよ。そっちの方がドン引きよ。ああ、そろそろこの話題はやめようじゃないか。誰も幸せにはなれないぞ。じゃあ王様たち、やっぱり食事休憩ですか？それならご飯ちゃんと用意してありますよ。ほら、みちみち拾った芋虫、プリプリに太ってて美味しそうですよね。うえ、それ。あ、こっちのカエルもいいですよ。さっき捕まえたヘビの血も飲みます。そのカエル、すごく毒々しい色してないか。色ですか？どうせ皮は剥くので気にしなくていいと思いますけど。はあ、歌姫さんの顔色がカエルに負けないヤバい色に。私たちは遠慮しておこうかな。お弁当用意してあるし。って、ない？え、そんなのとっくに食べちゃいましたけど。山歩きは体力使いますから。つまり町に戻るまで食べ物はその虫やカエルやらしかないと。俺としては火を通せばなんとかセーフなんだが。風向きを考えると焼くと匂いで気づかれそうですよね。やっぱり生で。いやー、これは
魔獣を見つける前にサバイバル生活に耐えられずに遭難するかもな。